はい、どうもタンタンです。ユーズド品いくつか入ってきておりまして、こちらエフズウケですね。古林さんの、楽器になりますが、こちらテナーサイズで KT の 02CW というモデルになります。はい、そういった型番ですが、こちら、まあ、テナーでオフセットしたサウンドホール、このデザインがまあ特徴で、あとカッターウェイがついているとこの辺りが特徴的。そしてヘッドはスロッテッドヘッドになっております。ボディはハワイアンコアですね。こんな感じで、はい、こういった雰囲気の楽器ですね。はい、でピックアップが搭載されてます。これ、LR バグスの 5O ですね。はい、ジャックがここについてまして搭載されているという感じです。非常に澄んだ音の楽器ですよね。で、ちょっと準備をする。ちょっと待ってください。よいしょ。これ今ピックアップ。ここにボリュームのノブがここについてますね。音もちゃんとしっかりと出てますので、すぐに使えるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで、まあ、ライブなんかでもね、まあ、ピックアップもついてますし、非常に使いやすいかなと思います。もちろんこの今アンプに直接これつないで音出してますけれども、何かねプリアンプとかを使うと、よりこう、そうだな、ノイズとかもそうですし、音作りがね、やっぱり間にプリアンプを入れてイコライジングをしたりするとよりやりやすくなるかなと思います。こんな感じで生音もね、もちろんしっかりと古林さんが聞けますんで、どちらでも楽しめる一本じゃないかなと思います。ということで、こちら F2 ウケ、古林さんの、KT の 02CW というモデルですね。オールコアのカッターウェイ、そしてサウンドホール、オフセットのサウンドホールが特徴的な一本となっております。ピックアップ付き使えるモデルじゃないかと思いますので、ぜひお早めにお問い合わせいただければと思います。それではタンタンでした。